よし、今日も誰もいないな。昼休みの屋上、ここで一人過ごすのが陰キャな俺の日常だった。お、今日もいい出来だな。お菓子作りが趣味な俺は、毎日昼休みに手作りのお菓子をここで食べている。本当は教室で堂々と食べたいんだけど、また気持ち悪がられるのは嫌だしな。小学校の頃、調理実習でお菓子作りの腕を得意げに披露したことがあるのだが、その時クラスの女子に、男のくせにお菓子作りが趣味なんて気持ち悪いとなじられ、それ以来俺は人に趣味を知られるのを避けていたのだ。なんかすっごいいい匂いがするんだけど、ここかな。げっ、やってきたのは A 組のミランだった。彼女は違うクラスである俺でも知ってるくらいよく目立つ女子で、俺とは対極の人種だった。あれ、あんた確か同じ2年のエイジだよ。こういうタイプ苦手なんだよな。何しに来たんだろう。そっか、エイジね。なんか美味しそうな匂いがするなって思ったら、あんたのお菓子だったんだ。そうだけど、食べる？って何言ってんだ俺。こんなこと言ったらまたキモいって言われる。お、いいの？いや、今日昼飯代忘れちゃってさ、どうしよっかと思ってたんだよね。そうなんだ。あれ、意外と後半の美味しいじゃん。っていうか、よく見たら手作り？エイジ器用なんだな。いや、まあ唯一の趣味だから。そっか、いや、いいやつに会えてラッキーだったよ。キモくないのか、男なのにお菓子作りが趣味って。なんで？こんなに美味しいもの作れるってすごいじゃん。それから俺はよく昼休みに屋上でミランに会うようになった。俺の作ったお菓子を2人で食べたり、他愛のない話をしたり、まあ楽しかった。ミラン、今日は来ないのかな。あ、ミラン、遅か。あ、誰かと思ったら陰キャ君じゃん。やってきたのはクラスメートのドキュンであるシゲルだった。ミランのやつ、最近ちょくちょくいなくなると思ったらこんなやつと会ってたのか。なんか言おうかよ。ああ、陰キャのくせに生意気に睨んでんじゃねえよ。つうかお前、ミランと会うのやめろよ。なんでお前にそんなことを言われなきゃいけないんだよ。決まってるだろ、ミランは俺の彼女だからだよ。あれ、ショック受けてんの？もしかしてミランが自分に気があるんじゃないかと思ってた？んなわけねえだろ、クソ陰キャ。何を夢見ちゃってんだか。分かったらもうミランには近づくなよ。どうせお前じゃ釣り合わないんだからさ、陰キャくん。あれから1週間、俺は屋上に行くのをやめた。お、エイジじゃん。なんか久しぶりだな。最近屋上来ないけど、どうしたん？ちょっと忙しくてさ、お菓子を作れてないから。まあけど、別にお菓子なんかなくたって私は。やあミラン、こんなとこにいたのか。ああ、シゲル、なんか用？別に用ってほどじゃないけど、ちょっと話でもしようと思って。じゃあ俺もう行くね、またなミラン。ああ、おい！ったく、なんなんだエイジのやつ。なんだ、知らないのか？エイジのやつ、この間お前のこと。それ以来、俺とミランが話をすることはなくなった。たまに廊下でミランとすれ違うこともあるが、彼女もなんだか俺のことを避けているようだった。きっと彼氏であるシゲルに俺と縁を切るよう言われたのだろう。体育館裏。まあ少し前に戻っただけだし、別に寂しくなんかないさ。こんなとこにいたんだ。ミラン、そのこれ、どうしていきなり。だってエイジ、お菓子も作れないような女らしくない女子と一緒にいたくないんだろ。だから私のこと避け始めたって聞いて、それで。そんなこと言ってないし。っていうか、ミランも彼氏がいるのに他の男に手作りクッキーなんて渡しちゃダメだって。え、彼氏って？シゲルに聞いた。あいつと付き合ってるんだろ。だから俺たちもう会わない方がいいよ。ああ、おい。はあ、これでよかったんだよな。これ以上は辛くなるだけだし。あ、勢いで持ってきちゃった。返した方がいいよな。
今ミランに会うのは気まずいけど、変に誤解を招いても困るし、返しに行かないとな。よくも騙してくれたな。そこでいきなりミランの怒鳴り声が聞こえてきた。こっそり様子を伺うと、ミランがシゲルと話しているのが分かった。エイジがお菓子も作れないようなガサツな女は嫌だから私を避けてるって言ったの。あれ嘘だったんだろう。え、何の話だ。あのエイジは確かにそう言ってたぞ。嘘つけ。エイジは私とお前が付き合ってると思って私を避けてたんだ。それもお前が吹き込んだんだろう。そういうことだったのか。きっとシゲルはミランを狙っていて、彼女と仲の良かった俺を邪魔に思って引き離すための嘘をついたのだろう。言っとくけど、私はお前みたいなやつとなんて死んでも付き合わないっつーの。バーカ。言わせておけば。やめろ。てめえ、お前振られたからって逆上して女を殴ろうとするなんてみっともないと思わないのかよ。この覚えてろ。打ちどころが悪かった。エイジ、どうしてここに？いや、たまたま通りかかってさ、そしたら話が聞こえたから。そっか、助けてくれてありがとう。割と無茶するんだな。いや、無我夢中で、今さら膝が震えてる。ごめんな、あんな奴の言うことなんて信じて。それは、こっちこそ。その、今まで通り友達でいてくれるか？俺に嫌われてるかもって思ったのに、頑張って作ってきてくれたんだよな。それに比べて俺は自分に自信がなくて、ミランに事実を確かめる勇気もなかったから、あんな奴に騙されたんだ。そのことが何より悔しかった。ごめん、今まで通りは無理だ。え？だから俺も勇気を出さなきゃ。俺ミランが好きだ。だから友達じゃなくて彼女になってほしい。エイジ、返事は？お菓子作り下手な女でもいいのか？もちろん、俺はそういうミランが好きだから。じゃあよろしくお願いします。こうして俺とミランは付き合い始めた。今でも昼休みになると二人で屋上に行ってお菓子を食べるのが日課だ。漫画エンジェル猫岡では、スカッとする話、感動する話、キュンとする恋愛漫画、読んでいて心が温かくなる、優しくなるをテーマに物語を制作しています。コメント欄で盛り上がっていただけると嬉しいです。また遊びに来てね。